川という川の、まあ、名前の由来になっている通り、川底が白い白川です、はい、でこれそのものはですね、あの花崗岩の風化したものなんですね。で、この川そのものは、それこそあの比叡山の方を、大文字山の方から流れてくるわけですけれども、大文字山と比叡山のですね間には花崗岩が分布しています。でその花崗岩というのはですね、ものすごく風化に弱いんですね。で風化に弱くてですね、もうすぐボロボロに崩れます。で花崗岩そのものはですね、あの学生さんたちはよく知ってますけれども、地下の深いところで岩石になってマグマが冷えて固まってできた岩石だというふうに勉強するんですけど、その地下の深いところにあるうちはですね、ものすごく岩石としてはいいんですが、それがですね、ひとたび大文字山とか比叡山の山のようにこう隆起して出てくるとですね、地下でものすごく圧力を受けてガーッとなっていたものがですね、上に出てくると解放されます、圧力から。そうするとですね、花崗岩というのはものすごく粒が粗い鉱物の集まりですので、そういう粒と粒の間がですね、隙間がものすごくできるんですね。そうすると、その隙間に水が入ったりして風化が進みます。となるとどん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 ボロ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 崩れていきます。ですので花崗岩というのはですね、ものすごく風化に弱い岩石ということになります。まあ、いわゆる御影石という石ですね。それは風化に弱いんですね、本当は。で、まあ、そういうものでですね、まあ、この辺ですと白川砂というふうに呼んで、います。でこの白川砂そのものはですね、さっきあの新如堂の参道のところにも敷き詰めてありましたけれども、あの砂利ですよね、そういう 白いですね、砂利ですが、まあ、そういうもので今京都のいろんなお寺とかですね、お庭に使ってあります。龍安寺なんかは特に白くですね、敷き詰めてありますけれども、あれ白川砂ですね。でそういうものと同じものが、今川底に流れているというわけですね。非常にあの風化に弱い岩石、花崗岩ですが、でそういうのはあのマサという言い方でね呼ばれたりします。であの広島でですね、あの土石流が起きて地滑りが起きて、それで、まあ、いろんなあの、ね、あの被害が、ありましたけども、あれもマサ、土が分布するところですけれども、まあ、そういうものと同じものです、ここに流れている。でこれまあ白川という名前の由来でもありますね。このマサ、マサが流れています。白いです。はい。